会社の接待も兼ねて仕事で高級料亭にせっかく来たのに、隣の部屋がなぜだかうるさい。誕生日おめでとう。ちさまこういうところに来てもおかしくない年齢になったな。お父さんは嬉しいよ、本当に。誕生会をしているようだ。父親は少し酔っているのか、場所をわきまえず大きな声で話している。その声に聞き覚えがあった。私は、ちょっと失礼、と席を立ち、声のする方へ向かった。お誕生日おめでとうございます。幸せそうで素敵ですね。偶然このお店の取材に来てたので、お写真撮らせてもらってもいいでしょうか。その部屋の外から声をかけた。一瞬その部屋の親子連れは静かになった。中でどうしようと相談する声が聞こえる。少し待つと障子が開いた。中を覗くと、満面の笑顔を浮かべた両親と娘がいた。だが、急に父親は顔色を変えた。お嬢様はおいくつですか？本当に素敵な家族。お父様は優しそうで、お母様はお綺麗。もちろんお嬢様は可愛い。写真撮らせてもらってもいいですか？母と娘は照れくさそうな、嬉しそうな顔をしていた。そんなことないですよ。私たちの自慢の娘なんですけどね。安行さん。笑顔を向けられた父親は、青い顔をして引きずった笑顔を返した。そのままで大丈夫。自然な感じでお食事を楽しんでください。数枚写真を撮り、最後に家族写真を撮らせてもらい、連絡先を聞き、お礼を言って追い止ました。私は原田由紀、48歳。出版社に勤めていて、ある雑誌の制作に携わっている。夫の安行は4歳年上の52歳。親族で経営している会社の専務として働いている。安行の父親が社長だから、次期社長になることが既定路線だ。結婚したのは25年前で、今年22歳になる一人息子はアメリカに留学中で、そのまま研究室に残って勉強を続けると聞いている。私と夫は、二人でタワマン住まいをしていて、自由に生活している。私は自分でがっつり収入を得ているし、もちろん夫もそこそこ収入があり、生活に困ることもないからだ。とはいえ、子供が生まれた頃は生活も大変だった。まだ安行も普通の平社員で特別扱いされることはなかったからだ。朝早くから夜遅くまでひたすら働いていた。もちろん収入も少なく、小さなアパートでつつましい生活を送っていた。今とは違い、赤ちゃんを預けられる保育園は少なく、仕事復帰がなかなかできなかった。ようやく見つけても熱を出したり、体調が悪そうならすぐにお迎えに行かなければならず、私は職場の冷たい目にさらされながら働いていた。逆の立場なら私も同じように思っただろうが、一方安行は育児には消極的で、いつも私のワンオペだった。俺は今頑張ったら将来社長になれるんだ。子育てよりもその方が大事だろ。今頑張れば未来はバラ色なんだよ。早く出世できたらユキも専業になれるし、そうすると大変な思いをしなくてもいいんだし。育児か最低でも家事を手伝ってほしいと言っても、夫は聞き入れてくれなかった。男は仕事が一番だと言い続けるだけだった。私も働いているのにそのことはお構いなしだ。私は逆に仕事どころではなく、熱が出たら夜中でも病院へ一人で連れて行き、徹夜することも多かった。もちろん、保育園の送迎や家事全般をこなさなければならなかった。週末の休みも夫は接待だと言って毎週出かけるか、たまに家にいても疲れているからと寝るばかり。逆に私は保育園からの呼び出しで大切な仕事に穴を開けることも増えて、
職場での立場も悪くなっていった。過労から仕事のクオリティが下がっていると指摘を受けることも多くなってきた。疲れから集中力も散漫で、言われた仕事をこなすので精一杯だった。けれども私はどうしてもやりたかった仕事なので諦められなかった。絶対辞めないと決めていて、同僚からのいい加減にしてほしいという空気に気がつかないふりをして仕事を続けた。毎日目が回るほど忙しく、疲労が溜まってきたのだろう。私は子供が大きくなれば楽になる。今だけ頑張って乗り切れば大丈夫だと思って、毎日やり過ごしていた。鏡を見ると、げっそりと頬が痩せて、目の下にクマができていた。それでも頑張り続けていたら、無理がたたって仕事中に倒れてしまった。私は気がつけば会社の医務室で寝かされていた。社医が来て疲労やストレスから来るものだと診断し、気がつくまでベッドで安静にするようにと寝かせてくれたようだった。気がついて時計を見るともう6時を回っていた。保育園のお迎えの時間を過ぎている。夫に連絡してもやはり電話に出ることはなかった。聞いてみると医務室に常駐している看護師さんも緊急かと夫に電話していたようだが、やはり出なかったそうだ。夫に頼めないようなので、まだすっきりしていなかったが、保育園に迷惑かけるわけにもいかず、大慌てで保育園に向かった。家に帰り、ゆっくりしていると夫が帰ってきた。ただいま。一体何事なんだよ。仕事中に電話なんてしてきて。緊急時以外は連絡してくるな。大切な会議の最中だったんだぞ。どうして電話がかかってきたのかも確認せずに、そのまま放置していたようだ。体調が悪すぎて怒る気力もなかったが、あまりの冷たさが身に染みた。それで俺と翔太のご飯はどうなってるんだ？まさか何もないということか。疲れて帰ってきているのに今から買いに行かないといけないのか？自分の体調が悪くても、息子は元気に走り回り、夫は普通に家事をすると思っている。私がしんどくて寝ているのを見ても、何も感じないのだろうか。ちょっと近所のコンビニで食べるものを見繕ってくれるぐらいの気遣いはないようだ。悶々と考えると、さらに落ち込んでしんどさが増すので、私は起き上がって、自分は一口も食べたくない夕飯を作り、夫と息子に食べさせた。もちろん片付けは私の役目だ。汚いままお皿を放置するのは嫌だが、さすがに今日は体が言うことを聞かない。白雪姫のように小人が出てきて、私が寝ている間に全て家事を終わらせてくれないかと思いながら片付けた。そんな大変な時期を乗り越えて、夫は若い頃から言っていたように次期社長になるべく、今も会社で奮闘しているようだ。私も徐々に出版社で本腰入れて仕事をできるようになり、ある雑誌の編集を任されるようになった。子供だと思っていた息子も、大学在学の途中からアメリカの大学に留学すると言って家を出て、そのままアメリカで頑張っている。そうなると夫婦二人暮らしになり、お互い同居人のような関係になった。男女というよりも、同志や気の置けない友人のようで、私にとっては居心地が良かった。夫は役職が上がっても相変わらず忙しいようで、帰ってくるのは深夜になることも多く、出張や土日祝の出勤もザラだった。私もバリバリ仕事をしているので、取材に行くために家を空けることも多く、すれ違い夫婦だねと笑い合っていた。二人で仕事しているので、経済状況も良く、私もある程度の預貯金があったし、夫もそうだろう。お互い細かいことは気にせずに生活していた。時々ドラム式の洗濯機を回してくれている夫を見ると、息子が小さい頃家事を一切しなかった男性も変わるもんだなと感慨深くもあった。ユキも仕事で忙しいんだから、できることはしないといけないと思ったんだ。
会社でも親父に言われるし、仕事だけじゃなくて家事もできないとってね。やはり年とともに丸くなるんだと思った。料理もするようで、家に帰ったら夕飯が用意してあることもあった。どうして子供がいなくなってから家庭的になるんだろうと不思議だった。けれども家事をしてくれることは感謝でしかない。締め切りに追われている時などは特にありがたい。お互い感謝しながら生活していると、とても穏やかで本当にくつろげる毎日だ。朝、夫が入れてくれたコーヒーを飲んでいると、ちょっと今日からは出張で一週間ぐらい帰れないよ。悪いけど一週間は自分でやってくれよな。出張へ行っても二、三日で帰ることが多いのに珍しいなと思いながら、わかったわ、とにっこり笑顔を返した。夫はよほど重要な案件があるのか、高級なスーツを着て出て行った。生活が充実していると若く見えるわと思いながら見送った。お世辞だろうが、息子と兄弟と間違われることもあり、夫もまんざらではない様子だった。地位もあり、外見も若く見える夫を誇らしく思いながら、私も仕事の準備に取り掛かった。今日は得意先の接待を兼ねて、高級料亭に取材に行く予定だ。私も先週デパートで奮発して買ったスーツを着ていこう。待ち合わせ場所に着き、取引先の方2名と同僚1人の4人で一緒に高級料亭へ向かった。なかなか自分では行けないような料亭で、私は仕事とはいえとても楽しみにしていたのだ。そこの外観はとても趣があり、本当の上級の方しか入れないと感じる料亭だ。到着するとすぐに個室へと通されて、素敵な場所だね、などとおしゃべりしながら料理を待った。しばらくすると、高級料亭に似つかわしくない大声が聞こえてきた。どこから声がするのかと考えていると、隣の部屋のようだ。隣の部屋がとてもうるさい。せっかく接待を兼ねているとはいえ、高級料亭を楽しむつもりだったのに、台無しだ。誕生日おめでとう。ちさまこういうところに来てもおかしくない年齢になったな。お父さんは嬉しいよ。本当に。誕生会をしているようだ。父親は少し酔っているのか、場所をわきまえず大きな声で話している。その声に聞き覚えがあった。私は、ちょっと失礼、と席を立ち、声のする方へ向かった。本当に私が思っている人だろうか。もしそうならどういうことだろう。私は心を決めて、声をかけてみることにした。お誕生日おめでとうございます。幸せそうで素敵ですね。偶然このお店の取材に来てたので、お写真撮らせてもらってもいいでしょうか。その部屋の外から声をかけた。一瞬その部屋の親子連れは静かになった。中でどうしようと相談する声が聞こえる。少し待つと障子が開いた。中を覗くと満面の笑顔を浮かべた両親と娘がいた。だが、急に父親は顔色を変えた。今まで楽しそうな声を出していた男性とは思えない。お嬢様はおいくつですか？本当に素敵な家族。お父様は優しそうで、お母様はお綺麗。もちろんお嬢様は可愛い。写真撮らせてもらってもいいですか？母と娘は照れくさそうな、嬉しそうな顔をしていた。母親は30代だろうか、娘は中学生になったばかりという感じだ。そんなことないですよ。私たちの自慢の娘なんですけどね、安行さん。笑顔を向けられた父親は、青い顔をして引きずった笑顔を返した。そうなんだ。娘は可愛いよ。今まで饒舌だったのに、急にだんまりになるとおかしいと思われると考えたのだろう。詰まりながら夫は私に向かって答えた。そうでしょうね。一人娘さんですか？それじゃあなおさらですね。
うちは男の子の一人っ子なんですよ。もう大きいですが。それに、お誕生日と聞こえましたが、どなたのですか？また、母と娘は顔を見合わせて笑った。娘は父親にそっくりだ。キリッとした顔をしていて、成長すればモデルにもなれるだろう。私の誕生日なんです。12歳になりました。今度、中学生になります。今日は中学受験も合格したから、ダブルのお祝いしてもらってるんです。初めて料亭に来て、大興奮してます。と、ハキハキと答えた。その横で、夫はこちらをちらっとも見ずに、部屋の隅に蜘蛛の巣でも見つけたように、じーっと一点を凝視していた。そうなんですね。そちらもおめでとうございます。自然な感じでお食事を続けてください。そして、最後にご家族の写真を撮らせてもらって、プレゼントさせてもらいます。後日現像してからお渡ししますので、ご住所や電話番号をお聞きしてもよろしいでしょうか。私の言葉に何の疑いもせずに、母親は私に住所と名前、電話番号をメモしてくれた。数枚写真を撮ってお礼を伝えて、その部屋を後にした。あまりの衝撃で、あれほど楽しみにしていた高級料亭の雰囲気や料理の盛り付けや味、得意先と話した内容など一つも覚えてなかった。自分の愛する夫が別の家庭を持っていて、私と息子が連れて行ってもらったこともない高級料亭で食事しているという事実が頭の中すべてを占めていた。どう頑張っても私にはなれない。私と正反対の可愛くて人当たりのいい若い相手と、私たちが望んでもできなかった娘。夫が外見をすごく気にしていたのがなぜかはっきりわかった。アラフィフでサバサバした、どちらかというと男性っぽい私は、もう可愛い妻として見られてなかったんだ。同居する友人に過ぎなかったと頭が真っ白になり、頭痛がしてきた。無口で顔色の冴えない私を同僚も得意先も心配してくれて、私はせっかくの高級料亭を早々に退店して自宅に戻った。出かける前はあんなに幸せなワクワクする気分だったのに、今は全てが真っ暗に見える。汚らわしいものを触った気分になってシャワーを浴びた。浴びながら心に溜まったものを涙と叫び声と一緒に、洗い流した。大声で泣いたことで、真っ暗だった気分も少し落ち着き、これからどうすればいいか考えようと思った。まだショックだし、夫の二重生活に気がつかなかった自分を責める気持ちもあった。ドロドロした思いでいっぱいだが、前を向くしかない。とりあえず夫に連絡したが、もちろん出ない。会社用の携帯にも連絡したが、こちらもやはり出ない。電話し直したり、考えをまとめようとマンション内をうろうろしているうちに朝が来た。もちろん夫は帰ってこない。今日は土曜日なので、本当に向こうの家族と旅行に行くのかもしれない。それに出張だと言って家を出たし、しれっと一週間後に、出張から帰ったよと戻ってくるのだろう。写真を見せても他人の空似とごまかそうとするはずだ。とりあえず離婚に向けてやっていくと決め、行動を始めた。いい物件が見つかるまで近くのウィークリーマンションに住もうと契約し、荷物をまとめて運び出した。本当は夫を締め出したかったが、タワマンの鍵はそう簡単に変えられないからしょうがない。今日は土曜日で仕事も休みでちょうど良かったと思いながら、私の荷物をほとんどマンションに送り出した。このマンションより断然居心地が悪くなるだろうが、あんな男の住んでいるところに一瞬たりとも住みたくないという気持ちが強く、自分のものだけ持ち出した。残りのものは勝手にしてくれたらいい。長く住んだお気に入りのタワマンだったが、今は何の魅力も感じなくなっている。気分を変えるために美容院とマッサージの予約も入れてある。愛情が深かった分、
落ち込みや怒りも大きく、落ち着いて行動できるように発散するために、とにかく体を動かした。なかなか気持ちが落ち着かず、完全に情緒不安定な週末を過ごし、月曜日になった。私は料亭で撮った写真を現像し、浮気相手に連絡した。この間はありがとうございました。本当に写真をもらえるんですか？夫は仕事で出張に行っていて、帰ってくるのはしあさっての夜になると思います。私は今日は家にいますけど。何も知らない浮気相手と駅前にあるカフェで会う約束をした。浮気相手は不倫だということは、ついほどにも思っていないようだ。そんな彼女に事実を突きつけるのは胸が痛むが、こちらが本妻なので遠慮することはない。どのみち事実が明るみになる日が来るのだ。私は先に店内に座って、浮気相手が来るのを待っていた。こんにちは。わざわざありがとうございます。あの時は大騒ぎしていて、ご迷惑だったんじゃないですか？初めて連れて行ってもらって、家族みんな大興奮だったんですよ。原田さんもご結婚されてます？浮気相手はにこやかに笑いながら椅子に座った。こんな素敵な女性を傷つけるのは本当に辛いが、私から事実を伝えようと心を鬼にした。いえいえ、おめでたい席ですから興奮しますよね。私も結婚してますよ。子供は男の子。大学生で今アメリカ留学しています。実はあなたの娘と異母兄弟なのよ。さらっと事実を話した。浮気相手は何のことを言っているのかピンとこなかったようで、私が言っていることを理解するのに時間がかかった。異母兄弟？ちょっと意味がわからないですが、うちの夫は小田康之と言って、外資系企業に勤めてます。出張が多いせいで家にあまりいませんが、私と娘に愛情たっぷり接してくれてますよ。子煩悩だし、家にいるときは家事もしてくれるいい父親です。夫は、息子が小さい時の態度とは大違いのようだ。あの頃は飲んだコップの一つも洗ってくれなかったのにと、心の中で大きなため息をついた。そしてカバンの中から結婚式の写真と、息子が成人式の時に撮った家族写真、それに住民票を取り出して浮気相手に見せた。そうね、名前は原田康之。写真の通り、25年前に結婚したの。この通り夫に似た息子がいるの。これが住民票。信じられなかったら、スマホの写真もたくさんあるわよ。浮気相手の顔色が青を通り越して白くなった。笑顔で写っている男性が、自分が夫だと思っていた男性と同じだと分かったようだ。どういうことなんでしょうか？うちの夫とウリ二つ、本当に同一人物ってこと？浮気相手の目から涙がこぼれ落ち、静かに泣き出した。私は肩を抱いて慰めてあげたい気持ちでいっぱいだった。憎い浮気相手だけれども、彼女も夫に騙された被害者なのだ。良き母親として、今まで家事や育児に頑張ってきたのは想像できる。あまりにも、浮気相手がかわいそうだった。ごめんなさい。できれば、あなたの幸せを壊したくなかったのよ。だけど、このままの状態は続けられなかった。あの男をギャフンと言わせるのにいい考えがあるの。聞いてくれる？まだ放心状態の浮気相手に、私は自分の計画を聞かせた。浮気相手はうなずきながら最後まで聞き、わからないことがあれば連絡すると答えた。話すことだけ話して浮気相手を残して店を出た。それから二日後、夫は出社したようだ。もちろん私は先に会社に確認しておいたから知っている。私は夫の会社の近くで待機している。なぜならもうすぐ夫から連絡があるはずだからだ。これから起こることを想像しながら、その時を待った。ほどなくして、
電話が鳴った。おい、ユキ、どういうことなんだ？同僚たちが俺のことをニヤニヤしながら見てくるんだ。そして理由を聞けば、ユキに聞けと言われたぞ。それにユキに来てもらえとまで言われた。どういうことなんだ？都合よく料亭であった出来事を忘れているようだ。自分は何も悪いことをしていないと思っているのだろう。自分の胸に手を当てて考えてみなさいよ。わかるでしょ？とりあえず今からあなたの会社に行くわね。一緒に待機していた浮気相手と会社に入っていった。社員たちは不思議そうな顔をしながら私たちを見ている。見たこともない女性二人が堂々と社内を歩いているのだ。私を知っている人はうなずいたり、頑張れと応援してくれている。夫のいる部署に入るや否や、夫のギクッとした顔が見えた。まさか浮気相手まで一緒に来るとは想像もしていなかっただろう。お久しぶりね。一週間出張してたのよね。私に新しいお友達ができたの。偶然あなたといい仲っていうじゃない？だから一緒に来たのよ。夫はどうやってごまかそうかと必死に考えているのがわかる。まさか安行さん、重婚とかじゃないわよね。外資系企業に勤めているって言ってたのに違うのも気になるわ。同僚たちもクスクス笑いながら固唾を飲んで見守っている。夫は助けを求めるように周りを見ているが、みんなニヤニヤするだけで何もしようとしない。そこへ社長の義父やおじたちが入ってきた。どういうことなんだ、安行。お前とこちらの女性とその娘さんが写った写真を見たぞ。今まで何やってたんだ？と思いっきり頬を叩いた。親父、これには訳があって。夫は消え入りそうな声で言い訳しようとした。このバカ息子、この会社にいる全員がお前が妻以外の女性と別の家庭を持っていたことを知ってるんだ。誰かが匿名で家族写真の画像を一斉送信したみたいだ。言い訳は一切聞かない。匿名といっても私がやったことだと全員わかっている。義父にはこのひどい出来事の顛末を先に報告して、どうしても痛い目に遭わせたいという私の言い分を全面的に後押ししてくれて、親戚や同僚一同に一斉送信させてもらったのだ。義父もこのように人の道から外れた行為をしている息子を許すことができなかったようだ。お前は今日限りでクビだ。もちろん感動してやる。二度とわしの前に顔を見せるな。激怒しながらも自分の言いたいことだけ言って、これ以上息子の顔を見たくないと義父はおじたちを連れて社長室へ戻っていった。同僚たちから指を刺されて笑われ、父親からは侮蔑の言葉を投げかけられ、どうしようもなくなった夫は私たちのどちらかが助けてくれないかと見比べていた。そういうことよ。私はもう離婚するつもりで弁護士にも頼んである。慰謝料、財産分与なんかは弁護士を通じて連絡してもらうわ。離婚届も持ってきたから、あなたがサインしてくれたらすぐに出してくるわ。早く記入してちょうだい。離婚したくない、許してくれと懇願していたが、離婚届にサインさせた。私はこれで一段落だが、浮気相手はこれからだ。安行さん、どういうことなのよ。私と千佐はどうなるの？私は今まで安行さんと愛情深い温かい家庭を築いてきたつもりだった。実家の両親も安行さんのことを気に入っていたから、今のマンションをプレゼントしてくれたんじゃないの。私たち家族全員裏切っていたの？人の心はあるの？おとなしくおっとりしているように見えた浮気相手だが、それだけに
怒りや悲哀の感情がはっきりわかり、聞いていると私まで辛くなる。私と結婚したというのも嘘なのね。婚姻届を出してくるって言ってたけど、出してないのね。調べてみたわ。住民票には私と千さんの名前しかなかった。安幸さんの名前はどこにも書いてなかった。内縁の妻とも言えない私はどうなるの？不倫と知っていたなら、私は絶対あなたと付き合わなかった。ましてや子供を産むなんて。女性社員の視線が痛いほど夫に刺さっていた。間違いなく夫が女性の敵になった瞬間だった。わかった。私は離婚届を提出しに行くし、あなたとミユさんは、ミユさんの家でゆっくり話し合えばいいわ。どちらにしても、私は先に帰らせてもらうわ。さようなら。私は夫を思いつく最悪の方法で仕返ししてやって、本当にすっきりした。浮気相手はとても気の毒だけど、それは二人の問題で、私にはもう関係ない。役所に離婚届を提出してから、新居探しに行こう。タワマンみたいに豪華じゃなくても、住み心地のいい家を探そう。数日後、浮気相手から電話が入った。あの後、ミユの自宅へ戻り、両親を交えて話をしたそうだ。夫は文字通り、袋叩きに遭い、娘は夫と口も聞かなくなり、別れることになったようだ。浮気相手の両親は資産家なので、夫の収入がなくても、娘を育てるのに不自由はないらしい。私は彼女たちの今後の生活が気になっていたので、支障がないと聞いて胸をなで下ろした。私は夫から、慰謝料と財産分与でまとまった金額をもらった上に、義父からも、迷惑をかけたのでと、住みやすい駅近のマンションを購入してもらった。義父は浮気相手の家庭にも、慰謝料を個人的に支払ったそうだ。義父はこんなに筋を通す人なのに、子供はそうならないって不思議なものだと思った。そして私はそのマンションに住み、一人暮らしを楽しんでいる。よく考えたら、離婚前からも一人暮らしとあまり変わらない生活だったのだ。すべて解決してから息子に今回のことを話した。息子は驚いてすぐに帰国して、私の話をしっかり聞いてくれた。息子は、イボ前にも会いたいと言って、会いに行っていた。私は休暇を取って、息子のいるアメリカに数ヶ月、気分転換に行くことに決めている。実は、パスポートを取得するのも初めてで、海外に行くことがとても楽しみだ。良ければそのまま長期滞在できればとも思っている。新しいチャレンジに胸を躍らせているところだ。